2004年の中日ドラゴンズでは2004年の中日ドラゴンズの動向をまとめる。この年の中日ドラゴンズは落合博光監督の1年目のシーズンであり、1999年以来5年ぶり6回目のリーグ優勝を果たしたシーズンである。山田久自然監督の解任を受け、OB の落合博光がこの年から監督に就任したが、就任記者会見で落合は 補強は一年間やらないと発言。落合新監督はキャンプが始まると紅白戦を行い、開幕当初には一軍登板のない川崎健次郎を抜擢して注目を集めるなど、開幕前には前年18年ぶり優勝の阪神、史上最強打線を要する巨人と並んで優勝候補の筆頭だった。広島との開幕3連戦を3連勝したチームは、 優勝が期待されたが、その後は一進一退で波に乗れず5月14日まで借金生活が続いた。しかし5月後半になると、投打の噛み合う試合が多くなり14勝9敗で、貯金を作ると6月22日からの退去人戦で29得点するなど、打線も奮起して7連勝で首位を奪取。8月以降は大型連勝こそなかったものの、 接戦をものにして勝ち進み5年ぶりにリーグ優勝し、落合監督が就任1年目で同上げされた。西武と16年ぶりの顔合わせとなった日本シリーズは、第2戦以降、谷繁元信、井上和樹らベテラン選手の活躍で一度は王手をかけるも、名古屋ドームに移った第6戦以降は、打線が西武投手陣に封じられ、3勝4敗で50年ぶりの 日本一はならなかった。打線の強化を図る落合監督は、シーズン終了後、タイロムッツを獲得し、翌年に臨むことになる。投手陣は前年怪我に泣いた、川上健進が17勝で復活して、MVP となったほか、エディギャラードから守護神を受け継いだ、岩瀬人則が、チームトップの22セーブを挙げる活躍を見せ、チーム防御率リーグ1位の原動力となった。 打撃陣は優勝の巨人に本類打で差をつけられたもののリーグ最小の45失策と堅実な守備を見せた。この年リリースされた応援歌萌えよドラゴンズ2004では川上が強気の勝負山本正がミラクル投法で表現されたことも話題となった。ありがとうございます。